ショッピングシティベルは福井県福井市下道を南2丁目にあるショッピングセンター。キーテナントにはスーパーマーケットを経営する株式会社平和堂が入り、その子会社でまた福井市の第三セクターである福井南部商業開発株式会社と共同組合ゴールドショッピングセンターが共同で資産管理し委託された株式会社ベルが運営管理している。 福井市街地の南端部、フェニックス通りの花堂交差点から江端川までの西面に位置する。地上3階建てなどの建物の部面積は約6万9000平方メートル、売り場面積約2万8000平方メートル、敷地面積は5.2ヘクタール。来店客用駐車場は立体と平面の合計で2000台分を備えている。1980年4月、 当時福井県最大規模のショッピングセンターとして、平和道と88の専門店をキャッチフレーズに開業。証券は竹押しなど広範囲に広がっていた。開業当初は、以前道地にあったボーリング場も一部残して引き続き、営業していたが、現在は店舗全面改装で全て取り壊され、跡地は主に立体駐車場が設けられた。 これまでに2度の全面改装を行った。直近のリニューアルオープン時11月には、キーテナントの平和堂が、事前に一旦閉店し、店舗ブランド名を、アルプラザに変更した上で開業を、専門店数も100を超える。入居テナントの中には、同県今田県池田町が開設し、当日道町で収穫した、農産物などを直販する、アンテナショップもある。 アルプラザベルに関するカテゴリー、ありがとうございます。